どうもこんにちは、なっちでございます。2月の8日ですね。はい、久しぶりに寿司を食ったらなんか腹を壊しましたということで、ランキングダンジョンがね来たようなんでやっていきたいと思います。今回固定チームではなく陸杯ドラゴン強化ということで、なんかねこれねすごい中途半端だったんですよ。大幅にアップするぞっていう、なんか何倍か教えてくれないっていうね。なんでまあ10倍いくのかいかないのかみたいな、その辺ですかね。まあ再配信されてね嬉しい方もたくさんいると思いますが、なんか10階層でなんか結構めんどくさいよみたいな、何このダンジョンみたいな話をたくさん聞いたんでやってみたいと思います。とりあえずなんかいいタイム出そうな速そうなターディスアルナイルシステム使ってみましょう。ループはしないんだよね。でもねするか、大丈夫か。いきましょう。アルナイル連打パーティーですね。はいはい、なんか言ってますけど、これはさすがにこれでいけるでしょう。かなり体力すごいな。かなり強化されてますねこれ。やっぱ10倍かな。列で決めていく。敵を見た方がいいね。カオスデビルドラゴンはいけるはず。コンボ吸収が来ると少しめんどくさいですかね。トリドン裏か、まさかの裏か。一応つなげておきます。硬い。てかループしてない、ループしてないんだが、とりあえず適用しろうか。はっはっは。いや困ったな。もう早速このパーティーでは厳しそうな気がしますよね。先生がたくさんある。あれかな、ゼウスバース対策ですかね。トリドンも先生だったし、回復はでもそこそこありますね。ゼウスバル、ゼウスバルカン、まさかのこっち。ちょっと待ってくれよ。これコンボできるかが怪しいぞ。8秒。うん、なんかもうどうしようもないよね。量が多すぎますよね。こうなりますよね。てかそもそもなんかゴンゴンいってるんですけど、これ無理じゃね？無理じゃねこれ。あ、弱い。弱いのかこっちが強いのかよくわかんないけど、ちょっとこのね無効化が置かれてる以前に急コンボをしないといけないっていうさ、そこがおかしいと思わないか？運ゲーすぎないかこれ。突破できねえぞ。どういうこと？ちょっと理解が追いつかない。どうしたらいいのこれ。いやそれはコンボしたらいいんでしょうけど、そういうことじゃないじゃないですか。7×6 で来いってこと？ 7×6 で普通になんかコンボでなんとかなるパターンですかね。3、4、5、6、7。落ち込んこねえもんな。これは無理ですね。ちょっと待ってよ。わけがわかんない。じゃあ普通になんかディアブロで行ってみますよ。ディアブロに適当にドラゴン詰めてコンボパーティーで行ってみようか。7コンボ強化2個はやめた方がいいですよね。コットンは危ない気がするんで、オデドラぐらいなら大丈夫だと思う。オデドラに今回はあえての楓とかもありかもしれませんね。ラグドラもねゼウスバルカン入っちゃうから、ネイも火力出ちゃうだろうし、逆にむずいなこれ。まあ一回行ってみようか。一回コットン入れて、ドラゴンキラーじゃないコットン入れて、パーティー決まんね。もうとりあえずコットン詰めてみましたみたいなもうわかんない、どうしたらいいかもわかんない。いや、こんなさコンボ組んでさいけるもんですかね。そういうランキングダンジョンではない気がするんですけど、固定チーム以外のこういうパーティーってなんかね、そんな強いイメージがないんですけどね。なかなか一回もめんどくさいし、まだゼウスバルカンも途中でしかなかったですからね、あれ。5回とかだったよね。とりあえず今回クリアを目標にしましょうか一旦ね。これは全部ワンパンとかね、まあ、そういう話をしてる場合ではない気がするんで、ちゃんとこう対策を練らないとこのダンジョン非常にやばそうですね。なんか前回さ、固定チームさ、まあ指が短いってのはありましたけど、だいぶ簡単だったじゃないですか。5階層だし、言うてぶっ飛んだね、突然ね。今までで一番ぶっ飛んでるんじゃないかな。初見でこんなにさ、絶望というか、うわクリアできるかわかんねえみたいな、そういうランキングダンジョン初めてですね。こいつがめんどくさいとかね、前からあったんですけど、めんどくさいの領域を超えたキャラクターがいましたからね。はいはい、まあ、この辺は楽勝なんですけど、ここかな、この次か、この次のね野郎がねやばいんで、まあ、とりあえずね、角土は倒しまして、コンボはできるんだけどゴンゴン言いそうなんだよね。一応火属性っていうメリットはあるんですけど、しかもなんかさ、そんな捨ても下がってなさそうだしさ、ね、こっちの捨てが高いからなんか弱く見えるだけで、やることは変わんない気がするんで、非常にそれが怖いんですけど。これ8コンボじゃダメか、今の8コンボだったか。なんかランダンの癖で焦っちゃうのもあるよね。これでとりあえずこのじいさんをどうにかして倒したい。え、ゼロ、全部ゼロ、全部ゼロ、嘘でしょ、全部ゼロ、全部無効化ってこと今の。え、副属性すら入ってないってこと。こっちの捨てが上がりすぎてこいつが倒せない的なおーおーおー、なんだなんだ、突然の死。体力は少ないのかな、めちゃくちゃ。誰かが貫通したら大丈夫ですよみたいな、そんな感じ。いや、にしてもだよ、にしてもおかしいよ。めっちゃ入っとるもんな、火力な。先生猫パンチがあるとね。いや、この先生がたくさんあるのがまたいやらしいですね。どうなんだ、ゼウスバースなのか今回も。そんな感じはする。ダンジョンが長いんで、やっぱりこんなコンボしとってクリアできるようなダンジョンではないと思うんですよね。ロックね。まあロックもめんどくさいけど、序盤に比べたらこんなんへでもね。まあなんとかクリアはできるかな。てかリクーももしかして無効化反応だとしたら、マジでおーい、もうこれめっちゃもう嫌な思い出がね、強いよねこの人はね。マジで言っとんのか、誰が考えたんですかねこのダンジョンね。面白いとか難しいじゃないんだよな、ここまで来るとな。あ、こいつは弱い。75% あるってのもありますけど、ゼウスバルカンだ、ゼウスバルカン。マジゼウスバルカン。78,000。35% ですね。はい、ということで、まあ、この動画約15分程度の、なんだ、時間では到底思いつかない、パーティーが。思いつきもしないですね。やばいですね、ちょっとね。はい、ということで、なんかやばい乱談が来たよっていう話でした。ちょっとね、ちょっとやりすぎじゃないのっていう気はしましたね。10回そうってだけでも運ゲーなのに、ちょっとなんか、ボスと6回おかしくないかって思いました。はい、ということで以上、なっちでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。